おはようございまっちょ、フォルテです。シャキーン。本日はラフマニノフピアノ協奏曲2番100時間報告頑張りました。はい、というわけでね、僕このラフマニノフのピアノ協奏曲第2番を2021年の目標にしました。そしてめちゃくちゃ練習しました。この1ヶ月間もう鬼の練習して、もう100時間を超えました。僕はどれくらい上手になったんでしょうか。皆さん、ムキムキ問題。チクタクチクタクムキムキ、チクタクチクタクムキムキ。はい、答え、一応全員学習をある程度引き上がりました。まあある程度といってもね、譜読みが一応終わって、まあ少しずつあとは引き込んでいくっていう感じの段階です。正解した方いましたか？一言一句間違えてませんか？というわけで早速弾いていきましょう。100時間弾いてね、分かったんですけどもね、はい、難しかったですまあやっていきましょうか。まあほな、これ全楽章弾くと30分ぐらいあるんで、まあところどころ要所要所やっていきましょう。まあまず一番最初、ピアニッシモからね始まるのがすっごく難しかったです。手がね、まあギリギリなので届くのが、無理やり届かせようとするとやっぱピアニッシモの音が出せないんですね。ちょっと抜けちゃうって怖いとか。頑張ります。こういうところが難しいです。
しいです。その後は結構ね弾きやすいというか、まあ弾きにくいところはまあもうたくさんありすぎます。やっぱりねみんなが楽しみに待ってるところはここなんじゃないかなと思います。いくよ。和音移動難しいですね。それがあって2楽章に行きます。2楽章がかなりいい音楽ですね。2楽章はね、もうすごいね、いい音楽で優しさがたっぷりあります。こういうめちゃくちゃ優しい音楽なんですよ。だけど、動きがあって、そして盛り上がりもあります、きちんとね。溢れている曲です。で、みんなのお待ちかねの3楽章、もうこれ一番難しい。多分これはもう大苦戦してます。絶賛大苦戦中。
みたいなねことが起きるぐらい難しいんですよ。今こんなテンポで今まで弾いたことなかった。ちょっと興奮してた、ごめん。あ、難しいんですよほんまに。ここはなかなかね苦戦してます。ここはもうすごいいやらしい。まあ、三楽章はねこういう弾きにくいところが多いんです。優しいところは美しいんですよ。うん、美しいのは分かるけどね、この動きが多い。もういやもうペチーンってやりたくなるぐらいな弾けない。うん、すごい弾きにくいですね。まあ、みんなが好きな部分ね、ここからは。みたいなね、ところです。で、その後が難しいんですよ、またいやらしい。楽しみにしてるのはまあこっからでしょう。ポコアポコアッチョロランドから、もう最後の方になってくると、ね、疲れるのこれ。最後のここが難しいで興奮してくるんですよ。Thank you.
まあ100時間ではまだこんなもんです。はい、まあもうちょっとでね弾けそうなんですけど、やっぱなかなか苦戦しております。はい、ちょっと頑張っていきたいなと思います。最後にコーラ決めたいな。うん、頑張ります。あともう少し頑張っていきたいなと思いまっちょ。というわけでここまで見てくれてありがとうございます。バイバイ。